ンさん。さて、一丁暴れてやるぜ。覚悟はいいよね。ダメでもやっちゃうけど。食べ物の恨み忘れまじ。未知の食材たちを食い荒らした罪は重い。友達になんてことするんだ。さあ、反撃開始よ。水創生魔法、海流の方向。魔法の威力が上がってる。もしかして特訓の成果。クライユー炎魔法、極大爆殺強炎幕。雷魔法、神雷の宝玉。毒術魔法、毒蜘蛛の住処。バタ創生魔法、眠れる羊の一撃。レオポルド君とランドールさんを。シナジャー。まだいんのか。あの糸で操っている蜘蛛をどうにかしねえとキリがねえ。もう一度行くぞ。いや、俺が行く。あの時掴みかけたものを今ここで掴む。レオポルドは感覚を極限まで研ぎ澄まし、マナの流れを冷静に読むことで一時的に周囲のマナを味方につけ、魔力を爆発的に増やすことを可能とした。これが蜘蛛の本来の姿。どうやらここに眠っていた魔道具は使う者の生命力を暴走させ、魔物のように変えてしまうものだったようね。